と、今10万ドル達成したみたいですね。お、10万ドルいったんですか。10万ドル、そうですね。10万70ドル。本円にするとだいたい1000万くらいで。そうですね、1000万くらい。お、画面が来ましたね。はい。自分はまだちょっと日本語化されてからやってないんですよ。私もやってないんで。あ、ちょっとステージ名称とかちょっと違う。ちょっとおかしいかもしれないですけど、それはご了承ください。解説があるだけありがたいんで大丈夫。Yeah, we also got Mr. Shasta, runner of like a billion games in Smash 4 Legend. Hey! And then we have the handsome and well-dressed Flogin Lounge. Yo! And my name is Raythe. This is my first time at a GDQ in person, so I'm pretty excited for this. And finally, I'm here running Ukulele. Any percent no flight skip, which is going to be going in. I'm unlocking the flight ability as fast as possible, and then using that to get to speed because flight makes that fight easier to access and more efficient. So...まあ、冒頭の、 あのイベントシーンがカットできるようになったんですね、まあ、それで4分ほど、まあ、時間が短縮になったというか何もしない時間がなくなったので、今まではこのムービーってカットできなかったんです。そうですね、カットできずに、まあ、4分ほどずっと見てなきゃいけなかったっていうのが、なるほど、なんですけども、ちょっと RT には優しくない仕様だったんで。で、まあ、ここで、まあ、トラウザーさん、今、この羽を10枚集めてこいって言われ。で、おっと、映像が。あら、止まっちゃったかな？本家の方の映像が止まってますね。ですね。あらら、始まったばっかりだったのに。これは、多分止まったところから続きが、あ、動きましたね。はい。で、今もう始まってるんですけども、まあ、本来10枚集めないといけないんですけども、まあ、木の上を登っていくことで、その工程をスキップすることができます。Gonna make the last boss fight a little safer and give me a nice buffer for a trick called Acid Clip that we'll be doing later in the run. あれ、また止まっ。ちょっとかくついてますね。です。で、まあ、ここの、タワーの入り口なんですけれども、その、まあ、会話するイベントが、まあ、入り口の前あたりにあるので、それを、まあ、高いところから越えていくことで、その会話のイベント自体のトリガーをスキップしています。Here we are talking to Trouser again. He's gonna ask us to investigate something on top of this giant gold statue of the game's antagonist, Capital B. かくついちゃってて、状況がわかりにくいですが。Actually, a number of those things that we're going to be collecting over the course of the run, and they're very important, and I'll explain why later. で、まあ最初のページは、まあ普通に撮っていきますね。このページを撮ることが、多分次のアクションを教えてもらうためのフラグになっているので。これは必須だと思います。このページは本来はマリオでいうスターですね。そうですね。So exciting. Thank you so much everyone so far. Let's keep it up.で、この後に、まあ、教えてもらうアクションとして、まあ、坂道を登れるようになるというアクションを教えてもらいます。この蛇さんに。で、ヨカレーリーの場合は、バンジョーとカズイと違って、まあ、こういうアクションにもそのマジックパワーを使用するんですね。まあ、マジックパワーは使用してから、まあ、一定時間経てば回復するんですけれども、ただずっと使っているわけにはいかないという。左上のゲージがそのパワーですね。Pretty hefty sequence break that we're going to use to start moving through the hub world backwards. And there's about a dozen things that can go wrong with it, so. で、早速、まあ、ここでスキップはありますね。今、右上の敷地に入っていったと思うんですけれども。
ここを、ま、あのムービーが始まる前に入るとその裏側に入ることができるっていうスキップがありまして、まあ、今ちょうど裏側に入っちゃってますね。何が起きてるのか全く分かんないですね。これまあこの特殊の上を歩いていって、まあ、アーリーウォーターバックスという技なんですけども、それを起こしてあのワールド3への入り口を無理やり開通させてしまいます。まあ本来は元後になるんですけども、まあいきなりワールド3への、まあ開通させてしまいますね。これって本来は2ステージクリアした後に開ける道ですよね。そうですね、まあ、この面があのワールド3の沼のステージのところなので、その後に来るところです。そうです、ワールド3の時に今来るところですね。でここでアーカイブのスキップというのを使いますね。まあ、ここを、まあ、謎の儀式をすると通り抜けられて、まあ、すぐページにアクセスできるという技があって、まあ、それを使わなくてもいけると思うんですけども、まあ、ただ少しだけ速くなるのかな。はい、成功しました。今何が起きたんですかね。なんか多分そこの今触れようとしてるところに、そのページを取った後はそこが出口になるんですけども、まあその出口があるせいでその判定があるらしくて、なるほど、無理やり判定に触っちゃえばいいと、はい、なのでそこから入って無理やり入ってしまったという。They're gonna allow us to augment our abilities in different ways. I gotta talk to her again. So the one I really wanted to get was Baller, and that's gonna allow us to reduce the stamina cost on our reptile roll here, which is gonna be really nice for when we enter the worlds. これは今、check it out, dude, it's our good buddy Trouser. 何を、hey. Everyone say hi to Trouser. 多分ゲージの上昇かなと思うんですけれども、なるほど、カクついてるから、ちょっとわかんないです。急にそこのシーンがちょっと見えなかったです。で今はグライドを取得しましたね。まあ、グライドは簡単に言うと羽ばたきジャンプみたいなもので、まあ、滑空時間が少しだけ長くなるというです。で、ここのまあメタルスライドスキップというところで、まあ、本来ならばあの勢いをつけたダッシュじゃないと登れないんですけども、まあ、タイミングよくジャンプすることで、この坂道を無理やり登ることができるという技です。なんか本来は確か重くして滑らないようにするんだ。じゃあ蜂蜜か。そうですね、重くしてとか。何か滑らないようにしなきゃいけないんです。そうそうです。滑らないようにしていかないといけない。ところをまあ無理やり登ることができる。まあ、あとここもですね、あの本来なら重くして、まあ、風に。風吹き飛ばされないようにしないといけないんですけれども、まあ、そこも、まあ、無理やり登って、まあ、ワールド1の、まあ、本のあるところへ無理やりスキップをつなげることができます。これで最初のところに戻ってきたんです。はい、そうです。では最初のところに入っていきます。ぐるっと回ってやっと一面に突入ってことです。そうですね。And I'm always so happy to see what we can do when we all come together. Good luck to all the runners and especially to all the patients out there. Stay strong. We also have a $10 donation from Luke and Verum.Hey, Raythe. Been really excited for this. そうですね。まあ、マリオというよりバンカズの方がまあ近いですね。And one thing from Luke. Really proud. まあ、これを作っているのはバンカズのスタッフが、まあ、レオに向けたバンカズのスタッフによって作られてますね。BGM とかそのまんまですもん。そうですね。あの、なんだっけ、デビッド・ワイスさんです。でしたっけ。
本当雰囲気がそのまんまなのでバンジョとカズイ好きな人はぜひやってみたらいいとゲームはそうですね。もう海外のスイッチストアでも販売してるんですけども、まだ日本のストアでは販売してないですね。なるほど。そのうち今スイッチ多分日本のストアでも販売するようになると思うんですけども、まだ今日本語対応してるのはパソコン版だけなんでしたっけ、多分そうだと思いますね。今これ1面2面あたり多分入ると思うけど、ここでは何を目的に言ってるんですか。そしてここではまあページの獲得と、あとあのアクションを教えてもらうために羽を集めていますね。羽はショップで使える通貨みたいなものだから、ね。We have an anonymous $20 donation that says AGDQ is my favorite time of year. You restore my faith in humanity. Thank you. We've also got a $5 donation from PinKing554, who says I have lost a friend and a grandfather due to cancer. Also, my father survived testicular cancer. Let's destroy the next generation of Banjo Kazooie, aka. 配信格付きだいぶなくなりましたね。そうですね。That means we're gonna pet the dog and we're gonna pet the dog. Pet the dog. Gotta pet the dog, dude. Alright, we can do another. We have a $150 donation from Poem Dexter, who says 100K hype. Woo! $10 donation from Anonymous, who says glad that ukulele is a part of the speedrunning community. I am hyped for this, and also donations over 100K. で、ここのトラウザーで、スラップショットとワディスラムを、覚えるようですね。バディスラムが、ヒップドロップみたいなのができるようになるやつですよね。スラップショットなんだっけ、雪玉吐けるようになるやつかな。違うかも。ちょっと覚えて忘れました。まあ、でここでやるのはもうこれで終わりになって、We also have a $150 donation from Ninpok. Oh, Ninpok is another runner this game, so shout out to Ninpok. Shout out. Ninpok says, all of us are cheering on the ukulele. で次なんですけれども、次は、カジノの方に向かうと思います。カジノなんですか？もう。はい、あ、さっきあの3ステージ入ると言ったんですけど、よく考えてみたら2ステージ帰らないと思います。なるほど、まあ。今言ったところとカジノだけですね。カジノは本来だと4ステージか5ステージ目だったはずですよね。そうですね、4ステージ目に入る。読みはユーカレイディって読むのが一般的じゃないですか。そうですね、ユーカレイディだと。確か Steam のロゴにあの追加されていて、ユーカレイディっていう日本語のロゴが確か追加されてたはずです。まあ、バンジョー風に言うとあれですね、ユーカとレイディの大冒険みたいな。ですね、ユーカがバンジョーで、レイディがカズイみたいです。次なんですけども、まあ、この逃げ回るページを集めに行くと思います。Crazy Kirkhope, named after the game's composer Grant Kirkhope. Shout out to Grant.まあ、このページは取得しようとすると、この中を、まあ、自由自在に逃げ回ってしまうんですけれども、まあ、RTA なので一発で上から取得しますね。
Kirkhope's movement is very predictable and he'll fall right into my arms. 何が起きたのかよくわからなかった。で、あれですね、カジノを集めるのが、まあ、確か開くのに10個必要だったので、これで集まったので、このままカジノに向かうと言いますね。何かおかしいことしません、この動き。まあ、ここも本来の、あの、下を伸ばすやつを覚えていかないじゃないといけないんですけれども、まあ、無理やり登ることができるので、ここもまた一つ技を覚えないで進んだ感じなんですね。で、まあ、バンジョーには恒例のクイズを、クイズ面が攻撃しますいきます、ね、皆さんも一緒に考えてみたらゲームやってないとわからないクイズがね、基本ですね。He says, my boyfriend introduced me to GDQ two years ago, and we look forward to it every year.いや、このキャラクターとかまだ出てきてないじゃんみたいな。見たことがないな。この中では出てきてないですね、まだ。誰だろう。ボツキャラじゃないですか。なるほど、ボツキャラですか。ああ。で、こう、1つ答えるごとに2つ進んで、10マス進むとクリアだったかな。クイズの答えるのが遅いと進むのが1マスになる。ああ、そうなんですか。だったはずです。ああ、なるほど。Let's throw 100 at Donkey Kong Country, 100 to Super Mario 3D World, Final Level Luigi, 100 to Kingdom Hearts Birth by Sleep, Ventus Critical Level 1, and 100 to Naming Yang Happy. Keep it up, all you awesome runners!Cool, thank you for donations. Thank you for your donations too. I say everyone watching. Everybody. I mean. All right, so here we are in the final section of the hub world, making our way over to a neon arrow over there in the distance. You might be able to see. There's somebody very important over there. こう本来はゲーム終盤くらいに来る場所のはずなんですけどね。そうですね。まだ15分しか経ってないです。Right now he's going to teach us a move called Camo Cloak. It's not terribly interesting. All it does is. Oh, whoops.Trouser, I love you, but I only need to talk to you. まあ、こう普通に使って超えていきます。まあ、今のところはあの監視カメラが動いていて、普通に通ると、まあ、通れないんですけれども、まあ、透明になることによって通ることができるという仕組みになっています。ここも同じです。はい、そうです。で、まあ、10枚、ページが集まったので、これで開きます。確か、カジノの入り口にはあのカメラがあったと思うんですけれども。あります。監視カメラはスキップしますね。まあ、その方が早い。という理由ですね。カメラのスキップなんてある。あの監視カメラはちょうど死角を取ってください。ちょうど死角を取るとあの、まあ、透明にならなくても越えていくことができるという。そんなのあったんだ。多分使うと思うんですけども、普通にこういうのは。目の前だったら通れるんですね。で、ここでまあカジノに来た目的なんですけども、あのこの先飛ぶアクションを覚えてる必要があるんですけれども、まあ、その飛ぶアクションを覚えるにはこのカジノでジグソーあのページを取得することが、まあ、そのアクションを覚えるためのトリガーとなってまして、まあ、なのでここで、まあ、1つは入手する必要がある。なるほど。ということですね。つまりさっき言ってたフライトスキップをしないっていうルールだから、はい、それを取らなきゃいけないってこと。そうですね。今やってるのはなんでしょう。ヒップドロップで破壊しようとしてるんですけども、なかなかうまくいってないみたいです、ね。なんか画質設定を変えてます。おお、できた。Oh my god. Yeah, yeah, yeah. See, wow. Genius. Oh my god.
何かフレームレートの問題でもあったのかな。あ、そうかもしれない。I didn't get the present at the top that I wanted, but we got the tokens that we needed, so I'm gonna do some really cool platforming here. で、ここでまあ10枚のカジノコインを集め。First try pipe jump. Easy every time. Nice. All right, I'm gonna run through this tunnel and grab a few more things, so we can probably do another donation or two. Okay. We have a $1,031.22 donation. This person just wants me to say this is a bigger donation every time. Okay, I'll take it down a notch. 大きいドネ入ったみたいです。多分1000ドルかな。Thank you so much, Tip Daddy. He says donating from the audience for my favorite speed game. 聞いてなかった。Good luck, Ray. Shout out to Tip Daddy. Tip Daddy. Let's go.10ドルですね。10万円。We have a $10 donation from Flea, who says, good luck, Ray. Be at Flea. Thanks, at Flea. Love your pals. ここで受付しているのがあるということです。Yeah, Techie knows Flea as well. All right, so what we did there was we talked to definitely not Capital B at the front desk. We exchanged the banter, and then we're going to exchange our 10 tokens for Pagey. We're going to hop out of the world, and the game's going to take control away from us at this point. See, like, all I can do is really move the camera right there, because it's got something very, very important to show us. このラスボス、そこでPageを渡したくないから別のものと交換できますよみたいなこと言ってくるんですよね。I love this guy. What a guy. Alright, I'm gonna run over to Trouser real quick. I just wanted to like explain all that. We have a time for another donation, if there's any. It's always such a blessing to see Trouser. ここでフライトをまあ覚える。We have an announcement. ことになるんですけど、まあここからが一番の見どころですね。I made it back just in time. もうこの後はまだソースに行ってしまうので。本当にあと15分で終わるのかな。Those are my favorite cats.Alright, so what I'm doing here is swapping out my tonic. I don't really need roll anymore, or like I don't need stamina boosting on my roll. And Super Slam is going to help us make some of the cycles during the final boss fight a lot faster. Alright, here we are at Trouser. Everyone say bye to Trouser. Bye, Trouser. We won't see him anymore later, for the run. Thank you for all you've done. I'll miss you. でまあここでまあエレベーターキップと呼ばれる。Really cool、back back. The first one is called Acid Clip. まあ技を使いますね。まあちょっと今マニュアルしてるんですけど、まあ、このちょうどテクスチャーの裏側を通っていくんですけども、まあ、この建物は基本的にハリボテになってまして、その外側には何もないんです、ね。これ、が、まあ、ボスのところ、エレベーターです。まあ、本来なら100枚ページを集めないといけないところです。Or pages, so we're just gonna fly underneath the door instead and access it that way. Now we got. これでも後ろから入ってしまえばもうラスボスと。You know what that means? We donated. I think so. We have a $150 donation from Dougal. Says kick some butt, Raya. Represent the Snips. Yo, thanks, Dougal. Just got out of the hospital a while ago. Let's keep more people out of there.We have a $50 donation from I.M. Gibbon. It says, donating during Bat and Bud for art of Bear and Bird. And helping out with the Cancer Combattling Coalition, of course. Keep up the good work, Gary, bud. Thanks, Gary. Nice. We've also got a $10 donation from Zara114. Hi, Zara. Zara says, the delicious Rayathay takes the stage. Oh my god. Greetings from the Snep Club and good luck on your run. Your shout outs to my Snep Club. Let's go. yes, this one. Yo, I think that was no pictures. That's perfect RNG right there. Hey. Did I have a picture? I just like, I autopiloted through that. It's killer. I don't really get a chance to mention it, but during the quiz, the questions you get are completely random.We can fly through dialogue, which is great, but if we get asked a question where Quack shows us a picture, we can't skip the picture, and so that's 3 seconds of time loss, complete RNG. Anyway, here we are coming up on the final boss fight in the game. We're gonna fight Capital B. それでラスボス戦です。This fight can be extremely difficult even when playing casually when you're fully decked out on your health upgrades. ここまで長かったですね。いや、辛く長い戦いでした。There's four major phases here during this boss fight. The first of which, we gotta outrun these bees. And once we do, they get tired. Capital B is vulnerable, so we're gonna give this guy the bap. Give him bop. Bap bop. Yeah, we'll. まあこの第一段階目は、まあ第一段階目の第一シーンでは、まあ蜂を
まあ襲って襲ってくるのでそれを振り切って、まあ、本体をキャピタル B 本体を攻撃します。今取ったのはあれスーパースラムですね。そのスーパースラムをトニックで取っていて攻撃力を上げて上げてますね。ああ、そっか、ここシールドでなんで弾かないんだと思ったけど技を取ってないからなんですね。So I'm gonna chase him around the room for a bit. This will probably be the last opportunity for me to have some freedom for donations. So let's hear the last ones we got. Okay, check this one out. We have a $10 donation from $10 donation who says we have a $10 donation from $10 donation. でまあ第二段階目が、まあ、I have a feeling I know who this is.雪玉みたいなのをがまああの真下に生えているのでそれをベロで取ってキャピタルビューにぶつけます。まあこの辺は普通の、まあ、通常プレイと同じですね。これは私と友達と見ていましたユカレリ for life。10ドルさんが10ドル寄付したんですか。A $10 donation from Mega Soy Milk. Love all you guys do. I've been watching since it was in some guy's basement. So cool how this has grown. It's a long time. It's a really long time. で、まあ、2段階目ですね。All right, so we're coming up on phase 3 here, the boss fight. Phase 3 has four sub-phases, each of which I'm going to hope that I can one cycle. So Capital B here is going to try to give us a taste of our own medicine and ground pound us, but he's very slow. ここでは、Capital B 自体が、ミサイルを発射していくのでそれを当てるのは次の段階か。最初は衝撃波攻撃よけ、あ、そうですね、攻撃それを、まあ、避けて攻撃するっていう段階ですね。We don't have the time to roll away from them as we did in phase 1. In the name of saving time, we're going to wait until he's vulnerable. めっちゃ蜂避けてますね。There it is. There we go. Okay, that actually, that scared me for a second. What you're supposed to do is to try to extend your shield that you kind of get there so you can hit him. And then you ground pound him. And normally, when you do that really fast, you take damage from the bees in the middle of the マリオ64のクッパ戦を思い出しますね。あー、最後のクッパは星型に地面を削ってきます。Anyway, give him the bap after the fourth jump. Give him the bop. Alright. Subphase 2 kind of like got me a little rattled, so I got distracted a little bit. But, 例えばストーリーの説明とか全部飛ばしちゃってたから一切ありませんでしたね。そうですね。You may have saw those yellow shock waves in subphase 3. So they're coming back for まあ簡単に言うと、キャピタル B という魔法の隙間、やつ、この幕が、まあ、ページを盗んだということで、それを取り戻しに行くというストーリー。単純ですね。ですね。We got one final phase remaining for this boss fight. Capital B 第2段階目に行こうですね。まあ、これはこの、まあ、キャピタル B 自身が発射したミサイルを彼に当てるという。まあ、本来ならあのフライトで飛んで、まあ、当てるのがセオリーなのかなと思うんですけれども、それをうまく誘導させて当てるようにしてますね。これが最終段階ですね。The first half of this final phase here, because we kind of just got to sit here and let Capital B play things out at his own pace. But now that we've hit him with the missiles, it's not hard to go. He's going to switch things up on us. Not only is he going to be shooting... Oh, I was a little slow there. 体力が1位になって死にかけてやっと倒せたっていう記憶があります。自分もそんなでした。結構難しいですよね。そうね、難しいです。He's also going to start flying around the level here.And this is why learning how to fly was very, very important. Because this part of the level is very, very difficult if you don't know how to fly. There is a strat for it, but it's just so much easier. Fly around, lead the missiles into him. Now, what you might have seen me do is hit him with a missile. 日本からも買えるって言ってたので、おそらく買えるんじゃないかな、T シャツは。そうですね。
So if you stack them up on top of each other, it's only going to count as a single missile hit. So if I do what I just did there, if I separate them just enough to hit them with a single missile, lead them around and hit them with another one, that's the optimal strat. 左上のゲージの回復させるのも精一杯で。The next missile will call time. ああ、ゲージがないと飛べないですもんね。はい。I'm waiting for my stamina to recharge, basically. All right, one of these should hit him. Ready and time. Nice.28分半で終わっちゃった。And that was ukulele, any percent, no flight skip. What do we got on time? これはタイム的にはどうなんでしょう ?2831.2831, you know what that's below average. どうですね、世界記録が。It doesn't really matter a whole lot because on PC we actually play with a load remover, so I don't know what. No, my RTA PB is 27. 世界記録は28。どう何分だこれ25分ですね。まあまあ早い方だと思います。一発本番でこのタイムは早いです。はい。あとこのユカレイリーのタイムなんですけども、基本的にはロード時間は含めないで測るタイプなんですよ。なるほど。PC ゲームによくあるやつですね。つまり実際はこれよりちょっと短いタイムってことですね、記録として出すか。そうですね、記録としては、まあ、ロード時間を含めない時間になりますね。なるほど。これでもうユカレイディ終わりか。早かったですね。1枚しか集めてない。Alright, great work with the run. That was awesome, right?Next up, we've got Blaster Master Zero. というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。解説ありがとうございました。ありがとうございました。解説はカサネズミでした。何かまだ言いたいことがあれば大丈夫です。ということ、そうですね。皆さんも買いましょう。はい、ということで、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次のゲームが、ブラスターマスターゼロというゲームみたいですね。知らないタイトルだな。どなたか詳しい方がいれば、もし詳しい方がいれば解説してもらえると助かります。ユーカレイリー実際すごい面白いゲームなんで、私も一通りプレイはしたんですけど、興味がある人はぜひやってみてください。Also got $100 from Raze Fire, who says, "Hey gamers, what's up, Raze?" Another $50 coming in from Tachi39 from the Board Game Crew. Do.そうですね、ユーカレイディ自体は64のバンジョとカズーイの大冒険の制作スタッフが集まって作ってるゲームなので、本当64の 3D 系とかなり近いと思います。 DKC1 はスーパードンキーコング1かな。なるほど、昔のゲームのリメイク版なんだ。スターファイト、ちょっと知らないゲームなので調べてみます。なるほど、今回はスイッチ版でプレイするみたいですね。Also keep your eyes peeled for all of those awesome game incentives coming up for the rest of the week. There are lots and lots of things to meet, like the Aladdin 100% run. We're about 1300 away from that.
got some save decisions from Metal Gear Solid. Otacon versus Meryl. Choosing the time of day in Burnout Paradise. Lots of fun things coming up, guys. So take a look at those incentives and get your donations in.今ちょっと見てみたら、寄付でスーパードンキーコング1の逆順ボスクリアというものがセットアップブロック1に入って、2万ドル中7749ドル貯まってて、2万ドルまで寄付が貯まったら逆順ボスクリアっていうのがされるみたいです。ドンキーコングで逆から攻略するってどんなになるんだろう。ちょっと気になるな。と、またゲームスダンクイックがオフラインになっちゃいましたね。多分、近々復帰すると思うので、お待ちください。どうやるんでしょうね。ちょっと想像がつかないですね。ああ、改造ロムの可能性も確かになくはないです。他にどんな面白そうな寄付での決定があるかな。ちょっと見てみましょうか。そうですね、結構止まってますね。どうしてもぶっ続けでやるっていうことですから、止まっちゃうのはしょうがないと思いますけど、まあ気長に待ちましょう。ああ、メリル助けるかどうかを決めるんですか。ってことはオタコンかメリルかを選ぶってことなのかな。ちょっとあんまり詳しくないんですけど、確か立候補して、それで、運営側の人たちがどれを採用するかを選ぶっていう感じだったと思います。確かね。間違ってたらごめんなさい。今のところはオタコン856ドル、メリル611ドルってなってます。はい、こんにちは。なるほど。奏者が応募して運営が選んでるんですね。他に何かあるかな、面白そうなビット。
RTA in Japan でもドンキー 1,2,3 やってましたね。ちょっと2の途中からしか見れなかったんですけど、あれも見てて面白かったです。あんまりドンキーは詳しくないんですけど。そうですね、本放送が今、ちょっと多分トラブルあって止まっちゃってるっていう感じで、なので日本の放送、日本語放送の方も止まっちゃってるっていう感じです。と、FE、ファイアーエンブレムかな？ごめんなさい、ちょっとファイアーエンブレムをやったことがないので、よくわからないんですけど、そうですね、ルートを選ぶってなってますね。寄付額でどっちのルートを行くかっていうのを選ぶ。RTA 小話でつなぐの？そんなに小話ないよ。皆さん今回何、どのゲーム注目してますかみたいなのはもうやってたしな。個人的に注目してる作品の話でもするか。そうですね、何がいいかな。腕の見せ所、やっぱり私はモンキーボール奏者なので、やっぱりモンキーボールは見たいですね。はい、こんにちは。ハロー。モンキーボール以外だと、あ、ブラッドボーンあるんだ。何があるかな、面白そうなの。ちょっと今、ゲームタイトル一覧見てるんですけど。いっぱいあるんだよな。あ、ドラクエ北米版ありましたね。ロックマンのレースは今回日本人が確か参加するんですよ。ちょっと名前思い出せない。確認できる。わかんないや。ごめんなさい。ちょっと名前がすぐに出てこないんですけど。全部のマリオゲーム。マリオゲームも RTA 見てて面白いですよね。あ、初夏さんとザラキさんですね。ありがとうございます。まあちょっと休憩時間ってことでね。はい、いらっしゃい。大丈夫ですよ、十分ちゃんとした日本語ですよ。なるほど、マリオワールドを、あ、動いたかな、本当。動いたっぽいかな。動いてますね。暗記者たち作ったんですか。ちょっとまだ困るかな、若干。あ、今回カービィのタッチカービィの RTA がありますね。確かこれかタッチカービィだよな。これ見たいな。スボットは暗記もプレイしないかな。ドラクエありますね。海外版のドラゴンウォーリアー初代の北米版かな、多分 RT をするってなってましたね。ディードスされたんですか。大規模になるとやっぱりそういうのあるんだな。 L4D2 は今までに 1,2 回やってるの見た記憶がありますね。今年スーパーメトロイドレースないんですよ、確か。
だからキルオはセーブができないんですよね。